インドネシアのムラピ山が噴火しました。噴火したのは現地時間2021年1月27日午後1時半ごろ、日本時間同日午後3時半ごろです。この動画は噴煙の動きがわかるので、かなり近い位置から撮影したものと思われます。ムラピ山はジャカルタがあるジャワ島の中央部にあります。インドネシアの首都ジャカルタからこのムラピ山までの距離は約450キロ、日本の富士山は東京から約100キロの距離にあります。インドネシアもそうですが、日本も火山のすぐ近くに人が住んでいるということになります。ムラピ山は噴火を繰り返していて、このチャンネルでも2020年11月17日に噴火したものを取り上げました。この山の高さは2930メートルで、中腹にも人が数千人住んでいます。この火山の活動が始まったのは約40万年前からで、1万年前には活動が活発になりました。特徴としては安山岩質の溶岩ドームを崩落させて火砕流を起こすことです。火砕流といえば、日本では雲仙普賢岳の火砕流が思い出されます。今ご覧いただいているのは定点カメラからの映像です。ここには火砕流からの煙と思われるものが映っています。そしてこれは火砕流の先端部分を捉えたクローズアップ映像です。火砕流の映像と静かな自然の音が対照的です。この火砕流が起きたのは現地時間で1月27日の早朝午前5時ごろで、噴火はその後の午後1時半ごろでした。インドネシア当局は2020年11月にこの火山の危険レベルを引き上げましたが、今回の噴火はそれ以来最大のものです。現在の危険レベルは2番目に高いものになっています。地域によってはこの日雨が降ったところもあり、そういうところでは火山灰の混じった雨が降りました。雨が火山灰で濁っているので何か暗い感じがします。雨が降っていないところでも火山灰が降ってバイクがこのようになっています。インドネシアは群島でできていて、環太平洋プレート、いわゆるリングオブファイヤーの西部にあります。日本も同じですが、ここでは複数のプレートが出会っていて、そのために頻繁な地震活動と火山活動が起きています。今回の噴火では溶岩流と流れ落ちるガス雲が山の斜面を1500メートルにわたって流れました。人的被害については今のところまだ分かっていません。